茨城県道121号河内龍ヶ崎線は、茨城県稲敷郡河内町から、龍ヶ崎市に至る一般県道である。稲敷郡河内町西版の茨城県道11号、鳥出東線を、道なりに分岐して西へ進み、龍ヶ崎市南部の市街地を横断して、関東鉄道龍ヶ崎駅前を経由し、龍ヶ崎市役所前の茨城県道5号龍ヶ崎、 板タ線交点を終点とする延長約7キロメートルの一般県道。経路の途中、茨城県道68号美保境線と一部、重複する区間がある。龍ヶ崎市大特徴の旧道。2015年1月に指定解除され、現在は龍ヶ崎市道だが県道番号標識が残る。1982年11月1日。 本路線の前身にあたる県道東龍ヶ崎線の一部が主要地方道への昇格に伴い残存区間にあたる河内調整版から龍ヶ崎市までの区間が本路線として認定された。1995年の整理番号の再編成により整理番号121となり現在に至る。二千十四年三月に指定解除されるまで本路線に指定されていた龍ヶ崎市米町の 旧道区間道路法の規定に基づき、稲敷郡河内町原、清田道町幸谷間及び、龍ヶ崎市大特徴道間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。利根川下流定地にある、極めて平坦な道路で、龍ヶ崎市街地を除き、沿線には、水田風景が広がる。 河内町協会から龍ヶ崎市街地にかけて沿道に古くから集落が密集する協商区間となり、線形も悪く、見通しが悪い。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。